山勘さん、ボザロはドラマ性が薄い。アニメ監督山勘さんがこのようなツイートをしてるんですね。ケイオンとボッチザロックに共通するのは、結局主人公の爆笑小ネタ集であり、音楽もやるけどその前にキャラ萌えで攻めているというところでは酷似している。どちらも主役の声優の秀でた実力で勝ち得た成功だと言っていいと思うのだが、薄いといえば薄い。僕自身日常系の快素みたいなところがあるから、この辺無限に批判するつもりはないのだが、しかし僕はドラマを放棄した作品に組みするつもりはない。ラキスタもドラマ性を十分意識した。ヨピヨ、ワグは周りのドアホのせいで解散したけど、君は豊崎と肩を並べるくらいになったよ。君のブレない意志の強さには感服だ。このツイートにはネット上でこのような反応が寄せられました。ボッチザロックすごい、だから俺すごいを地で行くやついるんだ。日常系の階層、監督の域にも達してないくせに。ラキスタのドラマ性ってどの部分？このおっさんはボッチ、わしが育てたムーブを現実で見られるとは。西洋人はこれ見たらブチ切れてもいいよ。